結構なんか映像で頭の中に残ってます。自分が絡んだプレーは大体どういうプレーで、どう自分がどう考えててどうなったかっていうのは大体なんかそういうのだけ覚えられます他は覚えられないけど、なんか町野とかよく話すけど町野マジで何も覚えてないですタイガからセンタリングが上がってくるときに、まあ、流れてきたボールを狙ってファーサイドでポジショニングして、そのボールが弾かれたんですけど、まあ、コウヘイがヘディングでマチノにパスしたんですけど、トラップしようかシュートしようかみたいになったときに僕がいい体勢だったのでスルーっていう声をかけたマチノがそれに反応してくれたか、まあ、さっきちょっと話をしたら声は聞こえなかったけど、なんかいるんだろうなと思ったから触らないでおいたみたいなこと言ってたから、よくわかんないです、あいつの感覚はあいつのことだからシュート打つかなと思ったんですけど、ギリギリで足止めてくれたんでまあでもそれで相手も引っかかってくれてたから、まあで、いいところに来てダイレクトで打てる状況だったんですけど、相手2人ディフェンスがすごい形相でというか勢いで帰ってきてるのが分かって、そのスピード見た時に切り返したら絶対についてこれないなと思ったんで、落ち着いて切り返して、切り返した後はもうキーパーに当たらないようにゴールの端に蹴り込んだっていうか、見えてなかったんで感覚でゴールの端を狙って蹴って、まあ相手にガードされそうでしたけど入ってよかったです。元々なんかそのゴール前で切り返したりとかっていうのは好きだったから、それが得点に絡んできてるっていう感じですかね。今でも左足のシュートだったんで打つまですごい緊張しましたけど、気持ちで押し込んだっていう感じです最後は。そうですね、もう自分だけで逆転するっていうぐらいの気持ちではやってたんで、もう1点返しただけだったんで全然喜びはなかったですね。山田、逆サイドへ展開、これがつながります。エリアの近く、ワンツーで抜け出して中に入れてこぼれている、押し込みました。素晴らしい崩しでしたね今ね。先制点が山田直樹、古巣浦和相手に先制ゴール。タイガーから最初アキトに入って、アキトがハーフレーンぐらいでターンしてコウスケにパス出したのかな。でコウスケ右インサイドハーフのプレイヤーだったんですけど、左の半分より僕の方の側に入ってきてたんで、ってことは相手の左サイドバックだったり左のボランチがこっち側に来てるのかなっていうのを確認したら、拓也がすごい空いてたんで、僕にコウスケがパス出した時にもう拓也に振るっていうのは決めてて、タクヤに行ってアキトとタクヤがワンツーして、まあ、チームとしてキーパーとディフェンスの間にボールを入れてこうってことは話してたんで、まあ、コウスケが前で潰れてくれて、まあ、あたり数が触るか触らないかみたいなところちょっとありましたけど、多分触ったらオンゴールになるっていう感じでスルーしたんで、まあ、冷静にというかちゃんと詰めて入れられたんでよかったです。よりサトシさんが監督になって僕の中で、あ、こうしていった方がいいんだなっていうのを教えてもらって、ゴールを取れるポジショニングっていうか、そういうのが少し分かってきたなっていうの感じがあるので、まあそれが結果になって現れてきてるのかなって思いますし、まだまだ成長できるなっていうのはすごく今感じてはいます。まだまだ進化します最近勝ち点3を取れてないので、首位のチームですけど、もちろん勝ち点3を狙いに行けますし、皆さんも熱くいつもと変わらずサポートよろしくお願いします。